はい、ええー、皆さんこんにちは。ええー、有賀様ティービの、ええー、清水と申します。ええ、ず、いつもうちのチャンネルを見ていただきまして、ええー、ありがとうございます。 いやあのチャンネル登録者さんもあの40名を、えーまあ、超えましたんでね、えーまあ、本当にありがとうございますあの、まあまあ。全然節目ではないのかもしれないんですけどちょっとその霧のいいね、えーまあ、数になった時はね、あのー、まあまあ何か日頃起こってることとかねあの思ってることっていうのをちょっとなんかあのお話しできれば、えー、いいのかなと思ってます。えーまあ、今日第1回目なんですが第1回目にしてはちょっとふさわしくないのかもしれないんですけども、まあ、最近ちょっとね頭にきたこと。 をちょっっととお話し,しようかなと思ってます、まあ、それはねあのバスの危険運転についてなんですけどねあのこの間ちょっと地方都市に行ってまいりましたあの都市名ちょっと明かせないんですけど、まあ、新幹線の駅がある町だということだけ言うときますけどねあのまあバスの運転手さんの運転がちょっと信じられない運転だったっていうことでねあのまあ乗客の方はまあ10名ほどいらっしゃったんですけど、まあ、運転手さんの運転っていうのがねあのまあ急アクセル急ブレーキ 急ハンンドルのオパレーやったんで停留所も十何か所ね止まってるんですけど後ろの扉ですか停留所に着くもかなり前からもう開けてはるんですがねこれねちょっとね危ないですよ普通に考えてねラッシュの時どないしてはんのかなっていう率直に思ったんですけどねなのでね僕もちょっとんかもう頭にきてね目的地のちょっと と前のところでもうあの降りてまあまああの目的地まで15分ぐらいかけてあの歩いてっていうことでねあのまあ歩きましたけどねまあそれやとね公共交通機関としても何の意味があんのっていうまあ思うじゃないですか。とかねまあ何よりやっぱの怪我とかねあの犠牲者とかね出たらもう遅いまあ人命を預かる仕事してるんでねまあと思いましてねあのバス会社調べてえまあ電話して。 あのここうういまあ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 そんなあのまあ、停留所着く前に、えーまあ、扉を開けるっていうね、まあ、昔はねあの子供の頃は、ね、そういうバス結構あったんですけどねあのバス会社として認めてるんですかって言ったらまあまあもちろん認めてませんとあのまあまあいうことだったんですけどね。 まあただねそこのバス会社、ね、ネットで調べてるとね乗務員さんに対するクレームがかなり上がってますねあのここ最近でもね。なのでまあまあちょっとその会社としてねそのまあ労使環境労使関係がちょっとまあまあ悪いのかなって現場結構疲弊してるのかなっていう感じはするんですけど、まあ、僕はちょっとそこの年まあ一個ともあのまあこれからちょくちょくあるんですけどあのまあまあ乗らない方がいいのかなと思ったりとかねあのまあしてます。 はい、えー、っと40人、えー、チャンネル登録した突破、ね、ありがとうございました。はい、以上です